じゃあ、とりあえずね、ちょっと待ってくださいね。ポケモンバトルですね、やっていきたいんですけど、一旦ね、今回は、ケッキングマタトガスの方で、いきたいかなと思いますが、ちょっとすみませんね、動画の編集もちょっと、軽くしながらちょっといきますんで、すみませんが、ご了承ください。そして相手が、なんだこりゃ。ホゲートの、あれか、ホゲートの進化前とか、まあ、あれかね、2番目の進化。で、変な草。ヘイラッシャのおまけ、リス、鳥、あれかな、多分先制技封じ、オドリドリだっけ。なんともわけわかんねえポケモンが来ましたね。まあ、とりあえず、このエザルとケッキングプラス、マタドガスプラス、ガチゴムでいきましょうか。なんともすげえマイナーすぎるポケモンなんでわかんねえや。これ負けたらダサいですけど。いや、これマジでわかんねえ。ああ、やっぱりサイコメーカー分かりましたね。で、サイコフィールドを持ってると。ちょっと待ってくださいね。これもどっちしろも外国、ベラカスって言うんだこれ。まあ、とりあえず命がけでイエスさん潰しちゃって、まあ、畑落としましょうか。あ、その子の指止まれば全然いいよ。ノープロブレム。あ、イエスさんってでも HP200 ないはずなんだよな、俺の計算だと。うん、ないっすね。で、先制技封鎖されたけど、畑落とすで、ベラカスワンパン。相手これどういうパーティー？わかんねえんだけど。で、モノマネハーブか。おぉ、モノマネハーブってなんだっけ？知らねえんだよな。まあ、とりあえずマタトガス行きましょうか。ここはマタトガスしか出せる技ないんで、出せる方がいないんで。でも、ホゲータの進化前って何すかね。ホゲータの進化前、進化わかんないけど。あ、アチゲータか。だから多分進化前だと思うんですけど、おそらく進化の奇跡も出してるのかなっていう感はするんですよ。おそらくね。だとしてもよね。だとしてもよね。一旦ここ確定で守れ入れちゃってみて、まあ、ドルパンぶち込みましょうか。まあ、ホゲータはちょっとゆっくりしばき倒すんで。どうせ後ろにうち、タコ殴りグマがいるんで。もう明らかに、一応今日、今日はね、29日なんで、あさってですね。あさってから新しいランクマって感じですけど、あさってからのランクマにおそらく絶対上位で入るでしょっていう、暴力グマが一匹いるんで。おー、結構入ったの？お盆の実か。じゃあ畑落としてくださいね、失敗した。で、炎の渦外す。あ、それマジで素引きで外したんだ。え、腹が行こう。じゃあ、熱風と、ごめん、ヘドロ爆弾と、地震でいいや。だろうな。お前、だろうな。腹太鼓って攻撃ぶっぱだから、おめえ、どう考えてもスペース太鼓だぞ。何がしたいの、このパーティー。いや、面白いと思うよ。いや、面白いと思うけどさ、ごめん、この指止まれプラス畑落として2台飛んでるから、俺何がしたくたか分かんねえんだよな。とりあえず、もし行きましょうか。そして相手が、ちょっと待ってくださいね。
ポスター1枚目。ポスター2枚目。相手が、猫魂キノコの星、ランドロスイカーク、ドラパルとホイホイと。そうそう、結構ガチパって感じしますね。なので、初手このエザルでいきます。キッキングでいきます。マットとかしでいきます。ガチグマでいきまーす。オーガポンでいきまーす。以上、4頭。ポスター2枚目。ポスター3枚目。今回編集の量多いんだよな ポスターが最後4枚目と。キハ85。ここまで入れておきましょうか。よし、オッケー。じゃあ、プロダー残り64%、今60持ってるの、これ40略っす。あと多分30分ぐらいで終わるはずなんで。あと10分か、あと10分で終わるんで。そしたらですね、このバトルもまあ10分じゃちょっとどこまでいけるかわかりませんけど。まあ、細々編集しながら、そうですね、細々編集しながら、まあ、また SD カード入れ替えてって作業していって、で、一応今日2時頃にはね、2時頃までには終わらして、2時過ぎにはお散歩行きたいんで、そうですね、それまでって感じですかね。やべ、めんどくせえコンビ飛んできたな。これ一番厄介なんだよな、ぶっちゃけ。うわー、これきついぞ。まあでも、とりあえず一旦命がけでランドロス落として。いや、これでもドレインパンチでいいよな、ぶっちゃけ。多分、ランドロスもおそらくスカーフ持ってる可能性高いんですよ、非常に。だから正直、まあ理想を言うと、パオジアンが剣、あの、剣、あの、剣打ってくれると一番安いんですよ。うん、一番安かった。ただ問題はトンボ返りが、いや、トンボ返りじゃない、命がけの方が早い。じゃあランドゾー落ちるわ。オッケー、ナイスー。これはでかい。これはでかい。ただドレインパンチ持ってるっていうのが分かられちゃう。ってことは、ここ相手おそらく不意打ちしてくると思うんですよ。最悪。なので、一旦マタドガスはダシーの。相手が、うわ、ドラパルトか。くっそ、引っ込めに引っ込めれなかった。これきついな。多分、不意打ち確定で飛んでくるっすね。ただ、熱風入れたとしても、叩き落とすしかねえんだよな。いや、多分これ、不意打ちで一発だな。パオジアンはね、これが強いんですよ。守るできるし、助けも出せるし、攻撃力素早さぶっぱだし、化け物なんですよね、降臨。多分、この4神多分、パオジアン、イーユイ、あと、なんかデブデブいますけど、俺多分ね、パオジアンだけ言う強いと思う。イーユイはね、意外と強くないんですよ、あいつ。不意打ち来るって分かってるんで、本当は引きたかったんですけど、ドラパルトに対してはね、ちょっときついんですよね。いや、これは痛いな。いや、ツラルトシ。安い。それならまだごめん。全然安い。ああ。マジか、終わった。それは終わった。これはもう、
そうですね、確実に負けましたね。一応、先生も持ってないし、もうスピードで100%負けてるんで、これはダメだ。ただドラパルとか玉持ちと。とりあえずもう打点がねえに近いんだよな。とりあえず、まあヘドバックもどうせ打点ないけど、今ヘドバック当てちゃって、一旦電光石火いるしかないか。相手がでもあそこで不意打ってこなかった時点で、どうなんですかね。まあ、不意打ちないと見たんですけど、つぶてもしくは。いや、チエンパを引っ込めた。相手が？フェロマパルス。うわー、終わった、猫だましだ。くっそ、これ確定で負けだ。しかも、リュウマイされた。確定で終わった。これ強えな。使ってるもんか使ってるもんですかね。シングルの最強パーティーを使われたら、それはダブルなんか持ってるのかな。いや、これは潔く降参でいいや。これはダメだ。そうか、ドラパルトの S ブッパってここまで強いですね。いや、そうです。ここまでやっぱりシングルの最強パーティー持ってこられると。でもあれっすね。ぶっちゃけなことを言うと、なんつったらいいの？シャドウダイブ持ってるドラッパーとか初めて見ましたね。でも唯一気になるのは、なぜつらら落とし、つまりシャドウダイブで一発で落ちるはずなのに、あそこ、つらろうとしよう。またとかしなかった。あれはちょっと唯一気になりますね。というわけで、そうですね。ちょっと俺もドラパルト使いましょうか。まあ、どっか分解できるチーム、そうですね。一旦もうこのまたとかのチーム解散でいいですかね。これちょっと解散させましょうか。で、主軸をちょっとね、あ、ここまで、お前色違い、あ、これでも取るんですよ。色違いだったんだ。どうしようかな。トルネロス主体にしたいんで、どういう方がいいかな。ちょっと考えます。決まりました。じゃあ行きましょうかね。というわけで今ね、ちょっと、技も覚えさせて、チーム組み直しました。というわけでね、試運転行きたいかなと思います。ただね、ごめんなさい、一応色違いのポケモンを用意したんですけど、レベルファード育ててなくて努力値振ってないんで、一旦試運転という感じで見てもらえたら、幸いかなと思います。というわけで、どうもたつみこわです。まあ、一旦特段こいつ、そうですね、どこも達してる意味も、そうそうないんで。どうしましょうかね。まあ、食べ残し予備あるんで、まあ、このチーム食べ残し予備ってるやついないんで、まあ、食べ残しも出しましょうか。というわけで、北さん、今回使うチームこちらですね。上からこの宿るドラパラと、パオジアン、羽ばたく神、ホイホイという感じでございます。そうですね、完全にシンゴルで次やつらまた持ってきたって感じですかね。ただ、このパーティー、弱点が一つ、トリックルームに滅法弱いと思います。というわけで、そうですね。とりあえず、まあ、一応今14分ぐらいなんで、1本試運転してみて、多分エミュレーションの動画、終わってるはずなんで、で、先にちょっとそっちの編集もそうですね、やりたいんで、まあちょっと気をつけてやっていきましょうか。というわけで、相手が、うぅ、これ終わったな。このパーティーのね、弱点続きとしたら、はっきり言いましょう。この、指、あれにはいいんですよ。これ、この指玉ね。なので、一旦この夜猿、闇闇できないんですけど、多分そうですね。この試合負けました。ドラパルト、鉄の回路でいきたいと思います。このパーティーは負けだ。ダメ。勝てるわけがない。論外ですね。この指止まれがどうされるかわかんないっていうのほぼ未知数なんですよ。おそらく、まあ、この指止まれから9コン出すか、おそらくは、なんだっけ、あいつ。ソーブレーズの真反対かなと思うんですよね。少なくとも1、3、5。このうちに確定すると思うんですよ。先頭2体は。
だから100パイルことは俺負けましたね。だからまあオーロラベール巻かれても痛いし、トリックルームされても痛いんですよ。なので俺は100パイルです。これ負けました。このパーティーは確かに一番ダブルバトルで強いの。写真だけ撮っとこう。ねえ、俺でも俺の勘だと、135だとね、理想は13がいいんですよね。でもどうだろうな、オーロラベール巻くか、トリックルーム確定で巻きたいか。でもカビゴンいるって考えたら、確かに35にしてカビゴンとか、そういう立ち回り方もできると思うんだよ。さあ、とりあえず所定何が出てくるか。一番想定してないコンビが来た。ラッキー。いや、これね、ごめん。この指止まれたさんかったのは相手のミスだと思う。命がけで確定で落ちるプラス電磁波。お前9割外すなよ。お前9割外してあれだから、ラランティスみたいにお前首って言われたぞ、そのうちの話で。ラランティスあれですかね、本当は首候補だったんですけど、前の動画でリーフソーマ当てまくってくる動画で、今なんとか首の皮3枚繋がってますからね。相手ガチ悩みしてんじゃん。ああ、そっち引っ込められるのは安い。誰？アマテラス？大神？ ファイヤローにアマテラスって名前面白いな。ああ、なるほど。いたずら心か。うまい。そのいなし方はうまい。ただ、球根は突破と。ただ、問題なのがね、うちが持ってきたドラパルト、あれ、テラスタル変えてないんですよ。なので、ファイヤー落ちるんですよね。確定で。なので、一旦ここ鉄の回路でいきます。で、ここでセグレイブか。まあ、とりあえず、確定でね、あ、でもこれどっちにこだますのか、あ、でもどっちにこっちにこだますしかねえんだ。こっちにこだまして、こっちでいいじゃん。で、多分セグレイブ自身が地面テラスに切ることってほぼないと思う。オッケー、その電磁波入れたのナイス。オッケー、それはでかい。こちらも簡単っすね。ドレパンブッパと、あれ、ドレパン等倍で入る？ちょっと待って。ドレパンは、あ、一応等倍扱いになるんだ。ってことはこれ、飛行枠の扱いなんですね。ってことは、イカ様がそんなに入らない感じ？あ、そんな感じな感じか。だったらドレパン等倍プラス、まあ、イカ様でいいか。オッケー。はい、ドン。で、この鉄の回ないと拳も出してるんで、なんていうの、ゴツゴツメットとか一切関係ないんで。あ、逆上は痛いかも。オモンのみか。なるほどね。あ、イヤの実ってやつか。あ、なるほど。あれか、レッドゾンビか。おい、味の好みぐらい覚えさせとけ、お前、せめてよ。1発、2発、3発、ダイス持ちっすね。4発、ああ、急所に当たって5発か。あ、じゃあ、ダイスで確定4発か。オッケーオッケー。だったらもう一回ドレパンぶっ走りの、イカ様ぶっぱすかね。大体混乱してるの。シャドーボール確定で当たり、確定でもねえか。あ、シャドーボールとか確定じゃねえの。うわ、ぶね。オッケー、ドレパンでファイヤーとバシーの。で、多分ね、どうだろう、耐えるかな。次のあれ。あ、ギリギリアウトっすね。4発は耐えねえ。まひれ、まひれ、まひれ、まひれ。まひればある。リュウマイ、それ安い。その竜米は安い。
で、相手のラスト1体が、ビッグボス。カビゴンか。おー、なおさら安いな。まあ、とりあえず、ドレパンで、こっち潰しいの。電磁波で。でもね、麻痺してる状態って素早さ1段階ぐらい上がったとしても大差ないはずなんですよね。で、この、まあ、カビゴンがどういう型か。まあ、リサイクル型なのか、食いしん坊型なのか、熱い脂肪型なのか。まあ、とりあえず麻痺にしちゃって、なおさらカビゴンを鈍足にして。あー、つららばりの方が早かったのか。失敗した。まあ、これはどんまいっすね。のしかかり決まんない。それは確定。そうなると雪が止んだ。で、多分ね、圧倒的にドラパルトの方が早いはずなんで、確定で。お前、絶対早いよな。つか、闇闇にスピード負けてんのか、あいつ、そう考えると。あ、そうか、闇闇だ、いたずら方法持ってるから。とりあえず、まあそうですね、あんだけの HP だったら多分ドラゴンアローで飛ばせれるはずなんで、ドラゴンアロー飛ばしちゃって。カビゴンってでも、のしかかりしてきたってこと、おそらく物理型のはずなんで、一旦イカサも打ちましょうか。オッケー、ナイスー。で、まあ、ヒール。ただこれね、弱点。たたり目が入んないんですよ。たたり目が入んないんで、まあ、ドラゴンアロー普通2発確定ぶっぱしの、メタルバーストってなんだっけ？めちゃくちゃ関係ないと思って、じゃあイカサマでいいや。お盆の実か。リサイクルは持ってるか。あれ、バンジーの実か。リサイクル持ってんのかな、こいつ。それが一番ちょっと恐ろしいんですよね。いや、まあ、ひったくるね。これ、かわいそすぎる。やっといたの俺だけど、ごめん。これ、いじめでしょ、マジで。ああ、でも、あいつそうですね。素直に降参してくれたのは偉いですね。前の動画、めちゃくちゃ落ちられまくったんで、落ちるかなと思ったら。この人まだ、まあ、スポーツマンシップというか、まあ、紳士的っすね。ごめん。このパーティーめちゃくちゃ面白いぞ。相手ゴーストが、そうですね、ノーアラが弱点ですけど。ちょっとこれ面白いな、このパーティー。ちょっともう一回行きましょうか。尺的には22分なんです。もう一回やってみて、一応先に動画の編集しつつ、SD カードの、動画とか切り替えつつって感じでいきたいかなと思います。処理は終わったかな？処理はまだ処理中っすね。ちょっと待ちください。じゃあもう一回行きましょうか。これはでもうまく入りましたね。まあ、でもそのアルバマジでね、相手がね、駒指とあれを持ってきてくれなかったのが正気ですね。あの時点でね、うっすら勝ちかか出たんですよ。あれマジでね、1、3、5、2体確定できたら、わあ、俺の正気がなくなった。いや、まだ俺の正気あるぞ。てか、もうえ、相手マジで強すぎね、これ。とりあえず、寝るって選択肢なんだよな。とりあえず、闇闇でしょっていきます。それプラス、鉄の回路でいきます。多分これね、理想は追い風まいた爆風なんですよ。で、そこに、ドラパルトぶっ込みの、やべ、持っていけるポケモンがね、追い風ねえから。って感じですかね。パオジアンがマジゲロ重い。いや、ハバカミ無理なんだよな、これ。いや、ハバカミでいっか、しょうがねえ。でもあれだよな、一かもしかできるグラードンからの爆風ってねえよな。これ多分ね、翡翠爆風なんで、お見通しなんですよ、おそらく特性的には。そうなると、グラードンのヒデリンの噴火のっていうのがありそうなんですよ、可能性的に。あれ一番怖いんですけど。でもこれ、そうですね、1、2もしくは2、5だったらありがたいですね。意外と安い、1、2、2、5だったらまだ。そうですね。一番理想的じゃない方が飛んできた。そうなると、
いたずら心が間違いなく先制されちゃうんで、まあ、猫魂、あ、ごめんなさい、電磁波 C の、あ、ダメだ、あいつ悪タイプ持ってんだ。悪タイプ持ってるから、電磁波ぶち込みの、一旦猫魂で、いなしましょうか。多分、トルテロスの方がね、若干いたずら心としては早いんですよ。うちの闇並みはぶっちゃけ言うと BB に振ってるんで、S と H と、まあ、AC 全然振ってないんですよ。その守るは意外と安いかもな。そうそう、追い風されるってこと考え、それは安くねえな。だったらもうここ確定を、あ、でも電磁波当てちゃっても追い風まかれるからな。だったらもうイカ様ぶっぱしいの、ドレパンぶっこんじゃいましょうか。多分ね、ハリケーンが一発で落ちることってないですよね、多分これ。あ、でも、暴風食らったらわかんねえ。暴風食らったらそうですね、一発どころの話ですまねえな。もしくは飛行テラバースを。でも電気入ってるんで、多分等倍のはずなんだよな、扱い的には。で、この二人地面技は単独で持たないんで、で、相手の手持ち的にゴーストいないんで、サイコファングってどっち？なんか痛いわ、エスパーザか。なるほどね、うまい。あ、小柄じゃりしたいね。うわ、しない、耐えた。偉い。そこで耐えたな、偉い。で、イカ様でタスキ削りの、ドレパンぶち込みので、遅延パンは怖くない。パオジャンは怖くない。で、半分ぐらい回復できない。全然回復できない。あらまー。いや、これチェーンパンを突撃できるんだけどね。相手あと、アクタイプいないんで。ただ相手残り伝説なんですよね。あいつ以外が。バクロン以外が伝説だからさ。勝ち目が薄いんだよな。闇の目の合計取得者なんて470ですからね、多分。あー、グラードンか。グラードン、ヒデリー。とりあえず一旦追い風、まあ、電磁波ぶち込んじゃって。電磁波ぶち込んじゃった。クラードンと鉄の会のどっちが早いんだ？飛行タイプうちいなきゃいたっけ？いねえよ。いねえよ。まあいいやん、とりあえず。雷パンチ打っとこう。どうせクラードンが圧倒的速いやつなんで。確定で負けた。そうか、相手守る思ってたの忘れてた。ミスったな。電磁波はうちの方が速いけど、多分クラードンの方が速いし、これ。あ、そうです。やっぱりクラードンが速いんで、関係ないっすね。うわ、闇の目まで吹っ飛ばされるんだ。つえこれはもう勝ち目ないに等しいっすね。ただ、ひでりで古代活性が強制発動できるんで、これはありがたいな。ぶちこれはアドっすね。で、素早さが明らかに上取れる。追い風まかれそうなんですけども、行くしかないんで。ドラゴンアローと、パワージェム一発で落ちないかな、どうだろう。あー、プロ追い風まかれた。でも、グラードンの追い風、ドラパルトに勝てんの？あ、全然負けてるわ。オッケー、そのパワージェム一発でかい。ただ、羽ばたく神、あ、ダメだ。外した、ナイス。あ、でもドラパルトが当たった、終わった。終わったまあ伝説ポケモンですからね相手関係ねえぶっちゃけごめん関係ねえよまあどうせ行方からね伝説も使える関係になると思うんですけどそれ伝説使って負けたらねただのバカっすからね俺も伝説パーティー行くもんかな俺も伝説パーティー行くもんかななかなかのパワーすぎですよねまあ一応今、30分か動画の処理終わったか動画試合のチェック中ですね。ほぼ終わってるんで。そしたら、じゃあ最後ちょっと、うちの最強の伝説パーティー全集合させて、チーム組みましょうか。なんか完全にもう、うららたけんが勝ってるただのバカなガキなんですけど。意外とでもちょこちょこと伝説パーティー組んでるやついるんですよね。まあだからつい、じゃあ伝説挑むねって話ですけど。そうですね、うちまだパワーちゃんいてですからね。しかも純伝説ですからね。ランクは使えてますからね。こいつどう考えてもランクは使えない僕も2、3体いるんですよ。
俺も頭聞かない。一回伝説で組みたいわ。うちの史上最強の伝説。でもそんなまともな僕もいねえけど。まともな僕もいねえけどって自分で言うの感じですよね。うちの伝説って所詮あのランクマ用にしか育成しないんで、ほぼほぼゴミなんですよ。ね、ほぼほぼゴミでしょ ?322。わあ、悲しいことにろくな伝説じゃないことが決定した。持ってこよう。持ってこようもおかしいんだけどさ。アルセウスは一番ゴミだからいいや。創造神だけどゴミだからいいや。そうだとギラティナか。わあ、なんか訳もわかんない振り方されてる。ゴミがいた。俺何やってんだろ、これ。なんかもうさ、ノーコメントしか言えない僕もしか言えねえじゃん、もううち。お前、どういうこと？アホな振り方してんな、俺。何これ？は？あ、バカなだけじゃん、これ、レックザ。いや、この2体持ってっか。この2体持ってって、スーパーはでもまだ使えるんだよな。いいや。どうしようかな。ガチ悩み中。とりあえず、上から、フーパーと、ダークライと、ボルケニオンと、どうしようかな。この回はさ、アメフラシ必中なんだけど、そっちに振ってない海洋画なんだよな。そうですね、明らかに、クソみたいなポンチで振っちゃってるんで。雷って覚えるよね、確か。あ、雷この作入ってないんだ、こいつに。じゃあいらねえ。そうなると、どうしようかな。あ、シーミー忘れてた。シーミー採用シーの。いや、これ待てよ。ヤミラミ行くわ。ヤミラミ行こう。お前ちょっと行ってこい。お前マジでいるわ。ヤミラミの。ごめん。ボルケニンのところどっちが強い ?279、276の394。特防で見ると、フーパの方がちょっと有利か。まあ、貯水か、マジシャンか。じゃあ、フーパちゃんに何で動かしてる？いや、だったらいっそのところ、ボルケニンもいらねえわ。ちょ、コメント言ってみましょうか。すげえクソみてえなパーティーだけど。ちょっとごめん。クソみてえなパーティーだけど、一周でやらして。遊びで。とりあえずもそうそう上、ごめんなさい、これ初手ここでいいや。ヤミラミ、シーミ、フーパ、だからこれ行きましょうか。相手マジびっくりしてんだろうね、このパーティー。ただね、ごめん、これこのエザルが痛いわ。このエザルが悪ゴーストなんで、で、地面でしょ。ちょっと面白そうっすねって感じがしますね。動画の処理終了した。パッキン。ちょうど12時半か。そして12時半っすね。
さ、ミミッキュできたか。だったらもう電磁波ぶち込みいいの。シールフレアで行くしかねえか。アイテム照らしたら来てくると思うんで、ね、一か八かで切っちゃいます。多分俺勝てないと思う。やっぱり相手も案の定テラスタル切ってきた。ドラゴンテラスタル一番想定しなかった。もう結構入ったの。でミミック動けないのはでかいけど、問題はガチグマだな。これブラトム一発っすね。オダブツ。それはオダブツ。でもこれぶっちゃけガチグマがドラゴンテラスターに切ってくれたのは大いにでかいんだよな。あのシェイン、あ、シェイミじゃねえか。ミミックがフェアリー持っちゃってるはずなんで。それが痛いんだよな、ぶっちゃけ。まあ、とりあえず、イカサマーテーの、一か八かすかね。真空波を想定してるから問題ね。うわぁ、終わった。完全に敗北っすね。あ、でもあと一発は耐える計算なんで、イカサマ当てちゃいいの眠らすしかないっすね。腐っても2分の1だからな。まあだからダークホールって楽しいですよね。ああ影打ち持ってた、うまい。あ、でも少し残った。でミミックに渡らないけどガチグマも外す。よし、ダークで首っすね。逃がしましょう。これダメだ、使えねえ。こんなゴミ生かしておこうと。俺も暇人じゃないんで。伝説使って負けただけ、ただ俺バカだったね。確かにダークホール2分の1はでこないかし、電気発先に行ったのはまあ、味噌かすすかね。とりあえずダークライはそうっすね。まあ逃がすかどうかは後で決めるか、まあ逃がしちゃってもいいかぶっちゃけ。いらねえもんな。どうせ使うことにし。とりあえず一旦これで動画も尺的な40分なんで、一旦動画処理先にしたいんで、とりあえずまずは、手滑らしちゃった。で、間違えて手滑らしちゃった。はい、OK。とりあえず、ここ、ここたまにランクまで使うんで、なんかダークライナーの名用意しましょうか。そうか、逃がすのも逃がすで 楽なんですけど、穴埋めんのめんどくせえんだよな、ぶっちゃけ。それなんか補填考えなきゃいけねえな。ここ一個穴開いちゃってるんで。普通にランカー付けでもここに行くときは後で8とか9とかに飛ばせれるんで楽なんですけど、誰か補欠いねえかな。ゴミのポケモン使われたけど、んー、やっぱそっちあたりか。まあやっぱそうするともランカーで使う可能性あるからな、そのうち。まあランカーで使うとした場合、ソーブレイズもありか。ソーブレイズ持ってきましょうか。よし、これで一旦アナメンソースで OK でいきましょうか。
じゃとりあえずですね、なんかポケモンが一体、ね、いなくなっちゃいましたけど、まあ、関係ないって感じなんで、一旦ね、そうですね。まあ、プライベートでもしかしたら、ちょこちょこと通信交換してるかもしれませんけど、意外とね、日中も暇な時にね、あのプライベートで通信交換しちゃってるんですよね。まあ、試運転したりとか。なので、そうですね、一旦はとりあえず動画の処理最優先にしたいんで、そうですね、一旦も終わりましょうか。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。